ブタウタスが埋葬されているプラハの聖トマス教会。ブタウタス内市、ブタブは、リトアニア大公ケーストゥティスの息子。叔父アルギルダス大公の範囲して大公くらいのダッシュを、試みたが、失敗して逃亡した。ブタウタスは神聖ローマ帝国の宮廷に参加して、キリスト教家についての死を奨励したりさえもした。ブタウタスは時々、兄弟のバイドダスと混同されることがある。 ブタウタスについて書かれた最初の記録はヤンドゥシュノによる。歴史家は1336年にリトアニア人のマスリアへの襲撃について記述しかつゲディミナスの息子のブタウタスについて言及している。父と混同されていることからこの情報は信頼できない。最初の信頼できる資料は1365年の夏である。アルギルダスとケース・トゥティスが 兄弟のリュバルタスを支援するために、ボルイーニにいる時に、ブタウタスが、他の貴族と共にクーデターを企てた。しかしながら、計画は、ビリニュースで代理を務めていたディルシュナスによって露見された。ブタウタスは逮捕されたが、共犯者内子兄弟のスルビラが助け出し、ディルシュナスを殺害した。クーデターは失敗して、ブタウタス、スルビラ及び15人の仲間は、 ドイツ騎士団のもとに逃亡した。歴史家のスティーブン・クリストファー・ローエルは、ドイツの資料だけに言及されているクーデターが、本当にあったのか疑問を呈している。ここで、ブタウタスは、ヘンリクの宣令名を授かり、1365年7月25日に、ケイニ・ヘスブルクのインステルブルクの指揮官を命じられた。バルミアのヨハンとサムビアのバルトロメブの二人の指教が、儀式に呼ばれ、 同時に、ウォリックク・トーマス・ウォー・フォードを含むイングランドの十字軍も出席していた。8月に、ブタウタスは、ドイツ騎士団によるリトアニアへの侵入を導き、それは、ビリニュスと、ウクメルゲと同じくらい遠さの深部に達するものであった。12日間の間、ケルナバと、マイシア柄に侵入して荒廃させた。1366年8月と1368年4月の、 間の時折に、ブタウタスは神聖ローマ皇帝カール4世の宮廷に参加するために赴いている。スルビラはドイツ騎士団と共に残っていた。カール4世はブタウタスに土地と公の貴族の称号を授けた。ブタウタスはいくつもの条約の承認やローマ教皇、ウルバノス五世へのイタリアきも含むいくつかの皇帝の旅の同行者として言及されている。ブタウタスは モデナ、ルッカ、ローマ、ウーディネ、プラハ、タンゲルムンで、イェリコフで出される皇帝の特許状の場面に立ち会っている。最後の特許状には、ローマ教皇の施設、その他ボヘミア諸公を前にして、皇帝の一族と共に、リトアニア国王を落とし、同時に宮廷を訪れたドイツの詩人、スコンドックは、後に、キリスト教に改修した名もなきリトアニア国王の詩を作っている。 1378年にカール4世が死んだ。それからちょうど2年後に、ブタウタスは死にプラハの聖トマス教会に埋葬された。1413年にブタウタスの兄弟である、ピータウタスは、レクレームを命じて教会に、巨大なカーペットを寄贈した。このことからブタウタスの死亡の記録は時折1413年に、なっている。ブタウタスは、リトアニアに、 バイグティスという一人息子を残している。バイグティスも十六歳になった三百八十一年に西方に移住している。父の死亡後は三百八十七年までパリで学問を治めた。ポーランドに帰国して1四百一年にジョージのポーランド国王ブワディスワフ二世によってヤギエウを大学の校長に任じられて四百二十二年に死んだ。ありがとうございます。